はい、ブースターの佐藤です。そしてスパイダーです。はい、どうも皆様、はじめまして。ね、どうも。怪しい、いいマスクですね。当たり前ですよ、もうさすがですね。あれ、向き合ってます？向き、知らない、どっちか。上下左右。上下左右左右は分かんないですあの、そのマスクは、はい、売ってないでしょ。売ってない、これはね、足作りじゃない、手作りです。これはあの、手作り。手作り、あの、いや、自分で。いや、違います、プレゼント。へー、これと白いのもあるんですよ。白いのはなんかね、ちょっとなんかちょっとなんか合わないんで、黒のね、黒のイメージですもんね。そうそう、マスターなんで黒なんですか？安かったから、はい、そこでね、そこで、ね、あ、そうそうそう、あ、びっくりしたな、ね、まあそういうことで、はい、最近ものすごい37度8度もありますね。で、あの車、うん、ワーゲンバスで確かエアコン、はい、ついてない。ついてないですよ。暖房ついてんだけどね、エアコンはね、ないんですよ。あと、あの、要はこうエアコンの涼しいマグみたいなのがあって、それをカチャンってやると前が開いて、そこから風が入ってきて、中に入ってくる。昔のやつ、昔のやつ、あれです。三角窓もついてる。三角窓もあります。三角窓と、あと横にこういう、翼みたいな、翼みたいな、こう横に開く、家みたいなやつ、こう家、家みたいな、こう開く、こうなんか買ってくると、こうちょっと金持ちのみたいな、あれでしょ。ない。お風呂場とかにあるようなこういうやつ、これで開けるみたいな。それが横についてて、で1個ここに、あのもう1個後ろにあるんですけど、それはちょっとあの周りが腐っちゃって、もうコーキングで開けなくなっちゃう。窓ってこれ？もちろんこれですよ。ハンドパワーですよ。あれ何年式？あれね、多分ね、69年か70年販売は70年。その当時だったら、そもそもエアコンがついてる車なんかない。あのね、うん、いや、あるんですよ、アマチュアとかもね。あるんだけど、あの別に今どうなんだ、当時はまあないんでしょうね。まあ、ドイツって夏暑いのかな。ドイツだよね。わかんないですね。ドイツだよね。ドイツだです。でもなんかね、あの車がやっぱ売れたのはカルフォルニアらしいんですよね。気候がいいとこでやっぱり。あ、そうだね。やっぱり。なんかやっぱりでも軍用のもともとね、あのパネルバンとかもあるんですけど、うん、僕が乗ってるやつなんかもう完璧キャンパーなんで、うん、もうなんだろう、日本の気候っていうよりはやっぱりカリフォルニアとかあっちの方にね、もうあれなんじゃないですかね。カラッとしたカラッとした感じで、ジメジメしてますからね。そう、こっちはもうだから、うん、そう、エアコンなくてもその窓を開ける三角窓と、それであとシャツクールとかね、今便利なものがあるんで、あ、それで乗り切って、うん、乗り切って。でも今年もそれ、今年もね、まだ今乗ってるし、まあ最近でもね、俺が相当バイカーになった。バイカー？バイカーです。あら、何を？バイカー、ホンダカブ。あ、いいですね。すごいでしょ、もうあの、やっぱあの音、イーガチャン、イーガチャンっていうね、まるで新聞屋さんが来てるかのような。あの、出前みたいで。あ、そうです、そうです、そうです。もう、来来券。これギター、ここに。そうそう、ギターって、俺はそれ、あの、荷台を自分でね、今の、ラジオフライヤーっていうアメリカのこういう玩具、車ついてる、そうそうそう、あれをね、後ろの荷台にこのくっつけて、そこにちょうどね、あの背負うと乗っかるんですよ。だからこう、肩かけてるだけでね、こう全然重くはないんですよ。そんな感じ、曲がるとこ大丈夫、曲がるのもうまいわ。ただこれがカタカタするからね、まるで赤子を抱いてるような感じで、そう、うん、じゃあ、あの、はい、その株で、はい、今日も来た、今日もカブで来ましたよ。あ、でもカブで来る方が早いですね、車で来るよりね。まあ、別に飛ばすわけで先頭まで仕事とかまで行く。そうそう、でもやっぱね、なんかもうあるから、なんかぶつけたって嫌だから、あんまりすり抜きはしないんですよ。車の後ろくっついてる。そう、車の後ろくっついてたり、あんまりも出るとね、こう行くけど、今ほら、若いバイクの子とかが後ろからどんどん前行きたい人が多いから、こそブンブンブンってやられるとね、あの僕、気がちっちゃいんで。あら、だから、あのこっちに乗ってますよ。暑いしね。なるほどね。でも最近なんか、はい、あのカブでツーリングっていうのかな。そうですね、まあ、ツーリングですね、うん、キャンプ行ったりとか、うん、房総半島の方に行ったりとかね、やってますね。バイクで房総半島に行くの？房総族って言ってました。言わせてあげたんだろう。うん、なるほど。楽しいですよ、キャンプ。キャンプもやります。もともとね、俺ボーイスカットやってたんで、キャンプも昔からやってるんで、うん、そういうの好きで、だからワーゲンバス買ったのもそういう延長線ですね。あ、そもそもワーゲンバスの中で、あ、そうです、それもキャンプですよね。ここ来た時もね、
俺大体泊まってたもんね。そうそう、ルースターさんでライブやるときはこの宴までのセットだったんでね。最近 前はほら酒飲んでたからね。今は飲まないけど。あ、でも飲み始めました。あ、本当に、うん、前飲んで車で帰るわけにいかないから。そうそうそう、駐車場、荻窪キャンプ場っていうのが駐車場でね、寝てた、寝てた。そう、部屋だからね。そうそう、もうキャンピングカーなんで、あの屋根も開くんですよ、あの車はね。あ、すげえ。だから2階もついてるね。で、暴走って結構、はい、千葉結構行ってますね。もうしょっちゅう行ってます、ね、なんかあの千葉で、うん、いいとこあります？たくさんあります。そうですね、でもやっぱね、同じ海でも千葉と例えば神奈川とかだと、神奈川の方がちょっとおしゃれっぽいですよ。いやいや、江の島、ね、あたりの方がそうそうそう、ね、なんかやっぱ寿司とか、ね、湘南の感じがあって、なんかサーファーもいるし、うん、で千葉にもサーファーいるんですけど、僕がよく行くとこは内房なんで波もあんまないんで、うん、ああいうこうちょっとおしゃれチックな子は来ないんですよ。漁村なんで。漁村、漁村です、僕がよく行ってると。ああ、そういえば昔あのなんだっけ、あの道路の光るやつとか、はい、線とかね、はい、あの標識とか光るじゃないですか、はい、ライトで。タチウオね。そう、あれ全部タチウオで起きてる、光るやつ。うっそと思ったけど。本当だったでしょ。びっくりした。マニキュアもそうですよ。マニキュアもタチウオ。そう。じゃあみんな女の人。あ、みんな全部生臭いですね。タチウオ。あ、タチウオなんですね。タチウオみんな。まあでもそれも俺も千葉で知ったんですよ。千葉の漁師さんから聞いた。そうそう、全部じゃないけども信頼できる筋から聞いた。そう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 。でもまさかほら山手線で神奈川でこう、そうそう、でこうニュース流れるなんかあれで立ち、え、ね、立ち王って流れてきた。それ俺が受かったんでしょ。そう、電話しようってこと。嘘じゃない、本当だって。全部で立ち王なんだ千葉は。僕が言ってるこの房総はなんてこっちゃないんですよ。別にこう綺麗なとこももちろんあるし、水も綺麗なとこあるんですけど、うん、これで言っておしゃれじゃないんですよ。自然がすごいたくさんで、夕日が綺麗だったり水が綺麗だったり、そういうところに僕行く方が好きで、なんか神奈川の方も素敵なんですけどね。だ立山ぐらいまで行くとちょっとおしゃれな感じなんですよ。あ、石窯ピザ屋さんがあったり、なんとか街道、フラワー街道、ああありますね。あ、ね、うん、綺麗なとこ。この間走りましょうか。だからあっちの人ちょっとずつおしゃれで、でやっぱ外房に行くともっと今度はなんつうんだろう、南の方に向かっていくと御宿とかね、 あっちの方またサーファーがまたいるんで、あっちはまたちょっとおしゃれになってくるんですけど、僕が行ってる内房の鋸南町とかね、あの辺は自然がいっぱいでね、うん、でも僕も友達がたくさんいました。向こうに大変だったの鋸南町。いや大変でしたよ。災害とかね、やっと、うん、やっと今ブルーシートが取れてみんな屋根が。喫茶店崖の、ね、あそこは全部美咲さんがずっとやってます、ね、やってる、やってます。あ、よかった。映画になったもんね。そうそうそう、吉永さん、吉永さん、それに、あそこ、あそこ今建て直してますか、うん、ちょっと前に建て直して今もうバイカーもあそこみんな寄ります。そう、あそこで、うん、その、その映画になった喫茶店、映画になる前に行って、うん、で、どっから来たのって言われて、そのママさんに、はい、ママさんっていうのがママさん、うん、いや、あの杉並の荻窪ですって言ったら、荻窪でライブハウスあるの知ってる？え？え？びっくりした。まさか。そうそう。あのジャズギターのほら、あの宮下さん、だから宮上さんが出てるって。あ、そうなんですか。うん、って言われて、で、さすが宮上さんの知名度すげえなと思って、こんな喫茶店で、はいはい、そんな、で、そこの店のものですと思ったらびっくりして。あ、びっくりしますよ。あのね、実はあのまま後ろで前にライブハウスもやったんですよ、実は。マジで？そう。で、なんか火事かなんかわかんない、ちょっと作るんですよ、ちょっとこれサードかじゃないけど、うん、そこが今なくなっちゃって、うんうん、前はね、ライブもできたんですよ、アコースティックライブ。あの奥、奥、あの店の奥にね、もうちょっと広いとこあって、うん、そこで結構フォークの人が出てた、こういう人もいます。いや、カセットテープがなんか全ジャーがあったから、びっくりして。いや、だって俺行った時も、チェーン巻いてハーモニカのやつで行ったんですよ、昔。で行った時も BB キングがブルースが好きだった。あの、まあ、すごいね、アンテナがちゃんとしてる人で、うん、チェンマイのパーティーで俺ベース弾いたから。確かそんなことは。まあそれはいいとして、はいはい、横道それちゃったけど、じゃあ千葉はすごい面白いところなのね。あのね、千葉はね、僕なんでかね、昔からこう、まあライブハウスもそうなんですけど、昔千葉でライブハウスやってたこともあったんで、みんなでハンガーっていうね、お店やってた時に、
勤めたこともあるし、毎週土曜日接種やってたから千葉によく行くことがあったんですよ、うん、でそれから縁がこうあいろいろあって、最近はもう本当に千葉に出入りすることが多くて、でも時間かかりますよね、やっぱね、僕は東京の人間なんで。足立区、ガザ地区、ガザ地区足立区、最近その、うん、住みたい街ランキングに北千住とかが入ってた。北千住はすごいですね、今もう。だって今まではもう吉祥寺とかそういう感じだったのに、あ、でも今北千住とかで吉祥寺って思われしいから。本当に本当だって、なんかね、あのちょっと小道があるんですよ、北千住駅降りるとね、天七っていう立ち飲みの、あの天ぷらあったような揚げ物屋があって、でもそこからこうね、ちょっとずっと昔の足立区役所の方にこう向かって細い道なんですけど、そこなんかシェリー酒屋さんとかね、うん、おしゃれなあのワインバー、まあ、もつ焼き屋さん、もうそういうのがもうもつ焼き屋さん、うん、おしゃれな、おしゃれな、本当に、で、おしゃれじゃない、おしゃれなもつ焼き屋さん、そうそう、おしゃれじゃないとこももちろんありますよ、昔からの、うん、でもそこはそこで、こっちの方はね、割とほら、まあ、若い子がほらそういうとこ入れるようになったじゃない、昔はね、ちょっと怖そうなおじさんとかがいて、あ、ね、酒飲んでこいっていうのじゃなくて、もうちょっとこう緩やかな感じね、ね、ホッピーって美味しいみたいな、あ、あるじゃないですか、ホッピーは昔ね、一応労働者の飲み物みたいなイメージだったんでね、そういうのなんかもうね、赤坂本社だけど、うん、なんかすごいですね、社長女の人ですね。だから例えばあのこっちってハモニカ横丁ってあるでしょ、うん、あんな感じ、あそこまでかっこよくはないんだけど、あんな感じの雰囲気もなんかちょこちょこ出てきてるんですよ、うん、でやっぱあとはその住みたいランキングだと電車が乗り込むんですよ、 JR、地下鉄、あ、なんか千代田線、筑波の方に行くやつも、ああそうそうそう、筑波エキスプレス、ああ、あれ早いよね、早いですよ、もう抜かされますもん、車出してそりゃ別にいやいやそれじゃなくても、それじゃなくても、でもあれは便利ですよ、だって俺もあのたまに浅草行くときに北千住まで行ったときに、うん、前までのあの引き船とか近いと時間かかるから、で結局浅草駅に降りると、うん、僕が飲みに行きたい場所っていうのは今のその TX っていうんですけど、その駅の方が近いんですよ、うん、で北千住は2個目かなんかですね、浅草の、え、そうなの、2個か3個、え、飛ばすの、それ確定して、地下鉄だからまた違うんですよ、路線が、あ、そうそう、それでちょうどあのロック山の方に出るんですよ、その駅、うん、だから北千住、あの、その元々あったの秋葉原じゃないんだっけ、浅草の駅から結局歩くじゃないですか、そこまで行くの、うん、それを考えたら北千住が乗り換えちゃうと早いですよ、へ、その代わり地下に着くから上がるまでにね、大江戸線だから、深いのよ、うん、本当深い、気持ちよくなるぐらい深いです、でもやっぱだから乗り入れがあるから多分あそこはあれなんじゃないですか、住みたい、住みたいの、住みたい、住みたい街、俺だ、足立区でしょ、で俺高二まで葛飾区の金町だった、うんうん、ずっと行ってないけど、金町もじゃあおしゃれになってるのかな、変わんないと思う、小岩とか錦糸町とか、小岩錦糸町、でもなんかね、ここのところバイクでさっき言ったけど、うん、14号走る時があるんですよ、うん、ね、千葉街道、そうそうね、同じ昔から同じ道、あそこ踏切か、京成の金町と柴又の間の踏切、同じ水戸街道、同じです、踏切、踏み方、混み方も、うん、踏み切りなんだ、踏み切り、信号ある踏み切りでしょ、うん、ね、あそこ東京都では2個ぐらいしかない、踏み切りに信号ない、もう1個間違わない、すっごい相変わらず混んでるし、でも俺なんか変わらない街っていいんですよ、柴又とかもあるから、うん、急にね、柴又、寅さんタワーだもんってできたらね、タワータワーじゃなくてもいいけど、4階建てでもいいけど、あ、変わってほしくないとか、変わってほしくないけど、あ、北千住は激変はしてないですよ、ただやっぱりこれ大学が移ったでしょ、本当だと、なんか美大、なんか北千住が、そうですよ、そうそうそう、だからそういう、だからそういう美大生がいるから、あと音楽のとこもあるから、うん、だからちょっとだからそういう子たちもいるから、なんかこうなんかギャラリーみたいな感じなんですか、うん、あとカフェもありますよ、なんかガラス張りのカフェはあるでしょ、だからなんかおしゃれ、北千住に かつてカフェはなかったって、いやいや、ほらおしゃれな、ああ、ガラス張りのあるでしょ、ドトールみたいなやつ、あ、いやいや違うですよ、あの草場じゃない、草場みたいなやつもうちょっと、なんつうの、本当にのこう
本当にガラス張りの、はい、なんつってんですかね、綺麗な、うん、感じのカフェとか、はい、でやっぱあとあれですよ、あの東京スカイツリーがあるから、あ、うん、その効果もあるんですよ、やっぱ北千住からも見えますんで、で同じ路線でしょ、うん、あれ京成で、京成で、京成じゃないの、スカイツリーラインに行けるから、あの辺がこの間俺バイクで行ったけど、とんでもないことになってますよ、真下からどっちですか、真下、真下この海って高さが分かんない、そうそう、全然分かんない、首が痛くなったって、あの辺はもうほんとおしゃれだ、そうそう、で、あそこでこそ大変わりじゃん、そうですよ、でもなんかあの辺はおしゃれ、やっぱちょっとで、なんかやっぱり昔ながらの店もまだやってるし、なんかこう水の周りがこうライトアップされてたりで、あんなでかいのがあって、うん、なんか、まあ、もちろんおばあさんとかもいるしね、今もね、でもその感じがいいんじゃないですかね、うん、なるほどね、うん、さあ、じゃあね、はい、じゃあまあそんなことでね、はい、まあ今日ライブでやったんですけど、はい、またね、あ、またぜひ9月、10月とちょっと、いや、今日もね、すごかったな、すごかった、汗だね、あ、いや、汗っていうかね、もう汗、へいへいって今日はね、もうそこ濡れてるんじゃないですか、いやね、ほんと、まあ、次回もまたぜひまたよろしくお願いします、スパイダーテツさんのライブ、ほんと一回見た方がいい、ぜひ皆さん、あの、一回だけでいいですね、はいはいはい、あの、ぜひまた何かあったらいらしてください、はい、あの、配信しないもんね、配信、なんか嫌なんですよね、人の曲歌ってるからねいや、みんなそうだ、みんなうちに出てる人、ほとんどの人はそうなんですよ、でもまあ、なんか配信は自分で自分一人の時に配信したりするんですけど、 YouTube 自分のもありますからね、そうそうそう、今日もね、YouTube 見てきて、そうそう、来てくれてもね、よかったね、そうそうそう、俺たまにワンゲンバスの中から配信してるんですよね、うん、あのでもまあそれはそれでもうなんか違う問題なんで、やっぱり、うん、実際中でね、あの、体験してくれた方が楽しいと思うんで、まだ楽しい、うん、ただこういうね、状況なんで、うん、楽しみ方がいろいろあるので、うん、配信ここでもあのルッサでやってるので、ぜひそれはチェックして、いろんな素晴らしいバンドもたくさん出てます。そうそう、スパイダーさん以外やってます。そうそう、ほとんど、スパイダーさん以外はほとんどやってます。だこれ配信だから。あ、これ配信だ、ね。これ配信です。はい、ということで、ご覧になった方はですね、はい、こちらまで、あの、投げ銭は。こちらまで。投げ銭ないです、こっちは。さあ、ということで、じゃあまたね、お願いします。スパイダーってやつ、キットコムで。あ、キットコムじゃない、ドットコムで。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。